ようございます。先日呼吸法アドバイザーの椎名由紀先生にお越しいただいてご指導をいただきました。その講義の終わりに先生がおっしゃった言葉が特に心に残りました。それが一生続けられるものが真理という言葉です。長々と話をするよりも一言で真理を言い尽くすことがあります。前後などというのはそういうものです。日々これ今日という一言で全てを言い尽くしています。また無事これ帰任という一言も全てを言い尽くしています。椎名先生の一生続けられるものが真理という言葉もそうだと思いました。講習の終わった後にもこの言葉について語り合いました。西洋のスポーツなどはどうしても体力が勝負であるという一面が強いので、若くて気力体力の充実した頃が強くて、ある程度の年齢を過ぎると衰えが来るものです。それはやむを得ないことでもありましょう。ところが例えば合気道の創始者である上芝森平王などは晩年になってもいよいよ技が冴え渡っていたと言われます。動画などを拝見しても80を超えても見事な技を披露されています。また能や狂言でも同じようなところがあります。若い頃の芸も素晴らしいものでしょうが、年老いてもなお見事な芸を披露されています。数年前に野村万作さんの脳を拝見して、その動きその声に感動したことがありました。当時すでに80半ばだったと思いました。80を超えていてもかなりの高さを飛び上がっていたのでした。脳の舞なども年とともに深まるものだと思いました。日本の芸能などは年齢とともに深まるものが多くあります。座禅の道も年とともに深まるものでありたいと願います。それにはどうしたらよいのかを日々今も工夫し続けています。長い間足を組んで座るというようなことは年齢とともに難しくなるかもしれませんが、呼吸だけは死の瞬間まで続きます。呼吸の修行だけは死ぬまで続けることができるものであります。白隠禅師は一生涯ご活躍されて84歳でお亡くなりになっていますが、野戦観覧に書かれているように呼吸を大切にされて長生きをされました。椎名先生の講義の日には春秋社の編集者の方もお見えになって一緒に呼吸法を学びました。椎名先生との協調も春秋社から出版する予定でかなり進行しているところであります。椎名先生の講座もこの4月から始まってこれで5回目になりました。8月はお休みしたので2ヶ月ぶりとなり、今回は今までの復習をしてもらいました。みんなかなり姿勢が良くなったと先生に褒めてもらいました。私もかなり姿勢が改善されたつもりでいましたが、まだやはりほんの少々肋骨の位置を矯正してもらいました。まっすぐになっているつもりでも自分ではわからないものであります。2ヶ月ぶりにお目にかかる椎名先生は健康そのもの、いやますますお元気になられているようにお見受けします。健康は青天井で、ますます健康になるとご自身で仰せになっている通りであります。春秋社から出版予定の本は白隠禅師の健康法について、主に呼吸についての本であります。
こんな本を出すからにはお互いに長生きしないといけませんね、と話をしました。椎名先生はまず元気で長生きでしょうが、私が十分に気をつけるべきであります。そんなことを思っていると、いろんな方から送っていただく冊子の中に面白い記事を見つけました。コオロギの話であります。生活環境がコオロギにどんな影響を与えるのかという実験が書かれていました。餌の種類や水の与え方によって生活レベルをずっと贅沢からずっと貧乏まで5段階に分けて育てたそうです。するとほとんど貧乏、時々贅沢という育て方をしたコオロギが一番たくましく育ったという話でした。普段は粗食で量も少ないけれども、たまに好物の餌をもらうのが一番強くなったそうです。ずっと貧乏でもダメで、ずっと贅沢だともっとダメだったというのです。楽で便利な生活をしていると飛べないコオロギになってしまうということも書かれていました。コオロギは餌やメスを求めて1000キロでも飛べるものだそうです。それが楽で便利に暮らすと飛べなくなるというのですから驚きであります。コオロギと人間と同じにしていいのかどうかは分かりませんが、考えさせられる話だと思いました。ルソーがエミールという書物の中で、子供をダメにさせる一番の方法はいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだと書いているそうなのです。こんな話を読むと私などの暮らしは結構良いのかと思いました。修行道場で暮らしていますので、ほとんど貧しい食事をしていて、たまに外でご馳走をいただくことがあるのであります。このたまにいただくのがいいのだと思いました。ほとんど貧乏、時々贅沢くらいの暮らしで、劣れず長生きをして座禅を探求していきたいと思ったのでした。白隠禅師はコオロギの声を聞いて大きな悟りを開いたと言われていますが、こちらはコオロギの話を読んで長生きについて考えているありさまで、天地の隔たりを思います。それにしても一生続けられるものが真理という言葉の通りに、一生座禅を探求し呼吸を実践していきたいものであります。それでは姿勢と呼吸と整えます。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強くと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて
ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。